先生、もう遅いよ。私、取り返しつかないことしちゃってるもの。俺がついててやれなかったばっかりに。責めないで。サトシのせいじゃない。ナオミ。あなたのせいじゃない。じゃあ、誰のせいなんだ。教えてくれ、ナオミ。チクショーチクショーチクショー出てこいよ。誰か俺たちを見て嘲笑っているんだろ。サトシ、どうしたの。今、窓越しに見えた渡り廊下に、赤い服が。ちくしょう！あの怨霊め、思い知らせてやる！生きてる人間を舐めるなよ！サトシ、待って！待て！サチコ！サトシ、サトシ、しっかりして、どうしたの。ナオミ、すまん。俺はもう、ダメだ。何言ってるの？どうしちゃったのよ。生きる希望が、湧いてこない。そんなこと言わないでよ。俺のおまじないの切れ端だ。お前が。サトシ、嫌だ。篠崎と合流して、坂内で一緒に帰るんだ。やめて。生きてよ。生きる意味が必要なら、私が。お願い、私のために生きてよ。ナオミ。
ゆい先生、ダメだったよ。先生が…こう…中島さん、その幸子さんの切れ端、どうしたの？うん…持田くんの…サトシは自分のを持ってるよ。これは、ゆかちゃんの。かわいそうに、あの子も、亡くなってた。それじゃあ、そっちに2枚あるんだね。ごめん、それ、くれる？あなたは、バカよ。本当に。私、自分のなくしちゃって。さあ！中に写真が入っている。嘘でしょ。